開幕したパリオリンピック登録商標で、日本勢メダルラッシュの先陣を期待されるのが2日目の27日から始まる柔道だ。1964年の東京五輪で初採用されて以来、実施されなかった68年メキシコ、日本が不参加だった80年モスクワを除く13大会で、競技別最多となる金メダル48個を獲得。 今回のパリで50個突破を目指している。パリ代表を見ると、安倍ひふみ、男子66キロ級イコール26歳。安倍歌、女子52キロ級イコール24歳。の兄弟をはじめ、長瀬隆則、男子81キロ級イコール30歳。ウルフアロン、同100キロ級イコール28歳。曽根明、 女子78キロ超級イコール24歳。と前回の東京で優勝し、連覇を狙う選手が5人いる。過去には、1996年アトランタから3連覇した野村忠博男子60キロ級、を筆頭に、連続優勝者は7人。2連覇が男子は1984年ロサンゼルスからの斉藤ひと志、95キロ超級。 2004年アテネからの内柴正人、66キロ級、16年リオデジャネイロからの大野昌平、73キロ級。女、子は0年シドニーからの谷良子、旧姓田村イコール48キロ級、4年アテネからが2人で谷本歩み63キロ級、上野正恵、70キロ級。いずれも日本の柔道界を代表して、 国民を沸かせた名選手だった。安倍一みは大会を迎えるにあたり、野村を超える五輪四連覇が目標と公言した。パリはあくまで通過点との位置づけで、圧倒的な強さでの金メダルを目指している。一方、初出場組は年齢に関する話題が多い。最年長は32歳11ヶ月の橋本総一。 男子73キロ級。これは8年北京で5大会連続のメダル、銅を獲得した時の谷に並ぶが、日付まで計算すると2日早くなり、これまでの代表選手の中で一番のベテランだ。金メダルを獲得すれば、文句なく歴代1位の恒例記録となる。女子の角田夏美、48キロ級、も31歳11ヶ月。 現在の男女の金メダリスト最高齢は、前回の東京で優勝した浜田勝利、女子78キロ級の30歳10ヶ月で彼女も優勝すれば、それを上回る記録を達成する。